く明けて初日ですけど、お野菜の状況はどんな感じですか？はい、ゴールデンウィークよりかは少し少なくなってますけど、はい、ま、あの夏野菜たくさん出ています。でも春野菜もまだまだたくさん5月いっぱい出てますよ。今月は春も夏もどっちも楽しめるんですね。そうですね、はい。まずは旬のお野菜から見ていきます。木のさやえんどうですけど、はい、ちょっとお値段下がりましたね。そうですね、はい、100円です。さやを食べる豆ですが、豆でありながら緑黄色野菜のようにカロテンやビタミン C が豊富です。彩りには添えるだけでなく、卵とじなどにしても柔らかくとっても美味しいですね。サニーレタス、はい、120円です。先が茶色で葉っぱは柔らかで、レタスの中でも栄養素はずば抜けて高いです。はい、サラダにしてたくさん食べていただきたいですね。次にキャベツです。はい、まだまだ5月いっぱい出てますよ。170円ですね。春キャベツは冬キャベツより巻きが緩めでみずみずしくて柔らかです。サラダなどの生食でも加熱しても短時間で OK なので時短になりますね。見た目から葉っぱが柔らかなのがよくわかりますよね。はい、次にニンニクです。2個で200円。はい、今からシーズンです。皮がよく乾いていてしっかり固く丸々とした球を選んでください。究極の食べ方はホイルに包んで丸ごと蒸し焼きにするとほっくり柔らかくて甘くなります。最高の食べ方ですね。はい、ぜひ、はい、試してみてください。そして次に玉ねぎなんですが、今日は赤玉ねぎなんですが、水分が多く辛みが少なく甘みがあるのでサラダに適しています。でスライスしてサラダの彩りにシャキシャキとした食感でおすすめです。ここで新谷さんの、はい、ベジタブルチェック。じゃじゃーん、今週はこちら赤玉ねぎです。はい、はい、赤玉ねぎ綺麗ですね。色が紫、鮮やか、はい、鮮やかです。酢につけるとピンクになるので、そんな特徴を生かして今日はドレッシングを作ってみました。こんなに色が変わるんですね。はい、紫色からピンクに、はい、綺麗でしょ。すごい色鮮やか、はい、いただきます。うん、爽やか。全然辛くないですね。辛くないでしょ。むしろなんか重い、はい、ふんわりとした甘さがあります。リンゴが入ってますのでちょっと辛みを抑えてます、うんうん、はい、でもお酢につけてるからさっぱり感もあって、そうですね、本当に食べやすいですね。はい、美味しい、はい、旬の赤玉ねぎでいつものサラダを彩り鮮やかに食べてみませんか。なんかヨーグルトっぽい見た目もして、ね、色綺麗でしたね。鮮やかでしたよね、うん。